藤谷蓮次郎です。記憶旅行と題しました当チャンネルをご覧いただいてありがとうございます。今日も私の大好きなアーティストの1曲ご紹介いたしますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。よろしくお願いいたします。5分程度で終わりますので、でその上でですね、あ、その曲私も好きなのとか、そのアーティスト、そうそう、今日取り上げるアーティストは今まで取り上げたことないんですけども、あ、そのアーティストいいよねっていう方はぜひともチャンネル登録またいいねで共感を表現していただけると私にとって励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。今日取り上げるアーティストは、実はちょっと前にですね、ある別の動画の方でこの方中心じゃなく取り上げたことは実はありますが、ちょっと触れたって感じですね。で、この YouTube の中でどうやら概要欄にリンクが貼れるということも分かりましたので、改めて1曲として取り上げてみたいと思ってここに取り上げる方です。どなたか、フランク永井さんです。愛のセレナーデという曲です。シングルウーメン、若い方もご覧いただいているので、まずフランク永井さんをよう知らんという方も多いだろうし、私から上の、私と同じくらいか私から上の年代の方々はもちろんフランク永井さんようご存知の方が多いと思いますが、若い方々は知らないかもしれません。そのフランクさんの説明も後でします。シングルウーマン、1982年のシングルレコードです。シングルレコードということはこの B 面というのがありましてね、これも若い方はご存知ないんですが、ない方多いと思いますが、レコードを表にしたり裏にひっくり返したりして、再生するんですが、今またアナログレコードというのがブームになってきてますんで、知ってる方も多いかなと思います。昭和の人間にとってはこちらの方が馴染みがあるわけですけど、詩が伊藤銀次さん、編曲と曲と編曲が山下達郎さん、達郎さんです。でストリングスが乾弘樹さんとお読みするのか、祐樹さんとお読みするのか、多分弘樹さんかなと思います。読み方間違ってたら ごめんなさい。ストリングスの編曲を担当する方が別にいらっしゃいました。別にクレジットされています。まずこのフランク永井さん、若い方のためにご紹介いたしますと、昭和の歌謡曲を代表する低音ボイスの、非常に低いボリュームのある声の色っぽいいい声した方です。低音階のスーパースター。売れてる曲も有楽町で会いましょうとか、もう一世を風靡した曲もお持ちです。この方が、低音階のスーパースターとして君臨した方なんですが、この愛のセレナーデというのは山下達郎さんがこのフランク永井さんのシングルをプロデュースすることになって、ウーマンというシングルレコードをまず作ります。でその B 面として伊藤銀次、山下達郎、このコンビは多分ピンとくる方も多いと思いますが、シュガーベイブで一時期一緒だった。でさらにあの名曲ダウンタウンのクレジットですよね。伊藤銀次さんが詩で曲が山下達郎さんというと、あのダウンタウンへ狂い出そうのあのコンビですよ。でこちらの、曲なんですが、この曲実はですね、ここもエピソードがありまして、前に申し上げましたあのダウンタウンへ繰り出そうのあの曲、あの曲自体がもともとは、キングトーンズというあのハイトーンボイスの、以前杉正道さんの夕焼けレッドで帰りましょうというあの曲の時も紹介しましたが、キングトーンズのあのハイトーンボイスのボーカルの方、内田さんというボーカリストの方を中心としたボーカルグループのあの曲なんですけども、その、内田さんたちを中心としたキングトーンズにぜひとも日本のミュージシャンが作った洋楽っぽい、当時は洋楽っぽい曲を作る人としてオファーを受けたのが伊藤銀次さんだったり山下達郎さんだったり、他のメンバーにもたくさんミュージシャンにも声かけたんだと思いますが、その時に、言ってみれば作ろうとは思ったけどなかなか前進まんというので山下達郎さんから銀次さんに連絡があったのかな。で、どう一緒に作るっていうな話になってできたのがダウンタウン。それからもう一つ、他にももう一曲あるんですが、愛のセレナーデもその時の一曲だったんですけども、キングトーンズが歌うという企画自体が立ち消えになったもんで、そのままダウンタウンはシュガーベイブの曲としてスライドしていくわけです。でさらに愛のセレナーデ、そこからまた10年以上経ってるのかな、
で、このフランク永井さんのプロデュースを達郎さんがするというので銀次さん伊藤銀次さんとともに、伊藤銀次さんをオファーしてこの曲って裏にその愛のセレナーデの愛のセレナーデウーマンの B 面にしていいっていうふうに言って、これが了承されたことによって愛のセレナーデがここに出てきたという曲になります。フランク永井さんという人はもう1970年代60年代もそうかな、まあ低音階のスーパースターとして歌謡曲としても大ヒットを持っている方として知名度も抜群にあった。その方が80年代でもう一勝負ということで指名したのが天下の山下達郎。この山下達郎さんにプロデュースを頼んだ曲として愛のセレナーデを B 面に持つウーマンが生まれて B 面にこれになったというそういうストーリーなんですが、元はですからキングトーンズのための企画として出した曲の中の1曲ということになります。この曲ですが本当君のために歌うよから始まるメロディーで低いところでかっこいいんですよ。ちょっと距離感があって銀次さんの自伝によるとあの当時のマーヴィン・ゲイの Let's Get It On っていう名盤があるんですがソウルのあの大変なボーカリストのマービン・ゲイ、まあ、亡くなり方がちょっとかわいそうだったんですけども、まあ、それはいいとしてそのマービン・ゲイの Let's Get It On を参考にするような、まあ、距離感のあるその距離自体を愛として歌うような曲です。今回、概要欄にそのリンクを貼っておきますのでぜひとも聴いていただけると君のために歌うよから始まるそのフランクさんの声の見事さ低いメロディーの多分達郎さんが作った時よりさらに低いところに行ってるような気はしますが、それをこんなに、心が揺れるとかいう、サビのフレーズなんか聞いたらねもうたまらん震えるほど色っぽいですよ。素晴らしい曲になっております。詩伊藤銀次、曲と編曲がプロデューサーでもあった山下達郎というコンビの一曲です。愛のセレナーデぜひとも聴いてみてください。素晴らしい曲ですよ。僕は実はフランク永井さん大好きでですねというのはあの私としては出身のところもちょっと近くてですね、まあ、あの晩年の方はねちょっといろいろありましたけどもフランク永井という人はやっぱ素晴らしい歌い手だということが確認できますし、伊藤銀次山下達郎のコンビダウンタウンと同じコンビとして考えるとまた別の味わいも生まれてきますのでぜひとも聴いてみてください。今日はフランク永井さんのシングルウーマンの B 面に収められました。それ以前にキングトーンズの企画として作っていたでオクラになってたというかそのまま発表できないでいた愛のセレナーデをフランク永井さんが魅力たっぷりに歌っているという曲をご紹介いたしました。曲愛のセレナーデ、ご紹介いたしました。またフランク永井さんも取り上げていければと思いますが特に曲の作り手としての伊藤銀次さんという人にこだわってまた取り上げていきたいと思いますのでぜひともよろしくお願いいたします。よろしければチャンネル登録といいねの方もよろしくお願いします。お若い方フランク永井よく知らんという方ぜひとも概要欄のフランク永井愛のセレナーデで聞いてみてください。しびれますよ。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた次回お会いいたします。失礼いたします。